はい、こんにちは、レトスの小野です。6月25日の3問に入っていきます。代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は代理人も本人も取り消すことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。代理人は取り消すことはできません。本人のみ取り消すことができます。代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約、これは本人は取り消すことができる。まあ、これが、まあ、答えなんですけれども、これだけ覚えてしまっては、まあ、いつまで経っても得点伸びないんですね。この問題は非常に重要なポイントが隠されています。で、この重要性、ほとんどの解説書には記載されていないんですね。で、なぜ重要かというと、代理の基本的なことを知っていれば、この問題答え導けてしまうんですよ。覚える勉強じゃなくて、理解をする勉強法、これの真髄が、この問題にも現れているんです。で、この点については、すいません。短期講座の受講者さんのみお伝えをいたします。短期講座の受講者さんは、受講者専用のメルマガから内容をご確認ください。で、問2ですね。宅建業者が営業保証金を取り戻すために広告をしたときは、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申し出がなければ、その旨の証明書の交付を免許権者に請求できる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。営業保証金を取り戻そうと、するものが、まあ、つまりこの宅建業者が、広告をしたときは、遅滞なく広告した旨を免許権者に届け出なければならないんですね。今回の問題は2週間以内となっているので、この点が誤りです。で、後半部分については正しい記述です。で、後半部分が論点になった問題って出題されていないんですけども、これ出題される可能性ありますので、合わせて覚えておきましょう。で、後半部分どういうことかっていうと、広告をして債権者がいなかったことを証明する証明書っていうのは、免許権者からもらえるんですね。そしてこの証明書を供託所に持って行って、供託所から供託金、まあ、つまり営業保証金の取り戻しができるということになります。では問3です。市街化区域とは、〇〇区域及び、おおむね〇〇年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは、市街化を〇〇する区域である。この〇〇の部分ですね、括弧の中の文言を答えましょう。実際こういった穴埋め問題ないんですけども、こういったところはもう品質なので、もう頭に入れておきましょう。で、答えは、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域です。注意が必要なのは以下の2点です。市街化調整区域は、市街化を禁止する区域じゃないよということですね。禁止ではない、あくまでも抑制するんだって話です。これどういう違いがあるかっていうと、禁止ってなってくると、もう市街化絶対しちゃダメだって話なんです。一方で抑制っていうのは、市街化をあくまでも抑えるっていう目的なので、絶対ダメというわけではないんですね。そういった違いがあるんですよ。で、もう一つが、おおむね10年以内に、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域っていうのは、市街化調整区域ではありませんよって話です。この10年以内に市街化を図るべき区域は、調整区域ではなくて、市街化区域に当たりますね。ここの部分は市街化区域に当たります。この点を注意しておきましょう。これくらいはもう頭に入れておいた方がいいです。そして市街化区域と市街化調整区域については別の法律でも出てきます。短期講座では別分野で理解をしながら答えを導けるように、市街化区域と市街化調整区域について、上記、先ほどの解説以外の別角度から学習してもらっています。そうすれば忘れても答えを導けるようになりますので、無料のメールマガの読者さんもそういった勉強をぜひやっていきましょう。詳しい内容については短期講座で解説する流れとなりますので、もし自分自身で理解するのが難しいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。まだ試験まで残り4ヶ月あります。4ヶ月あれば十分ですね。ゼロからでも合格持っていけます。頑張り次第で合格できますので、もし今年絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。